レビット2019土木技術者のためのレビット入門第2章構造物橋梁モデルの作成録。ミムシミレッスン TV オンラインはこちらの YouTube チャンネルでレビットの動画を解説でお届けしています。ミムシミレッスン TV オンラインのお問い合わせは LINE でこちらで検索してください。今は第2章構造物橋梁のモデルの作成です。前回まで下部構を作成していましたが、今回は柱の部分を作成していきます。柱もファミリーなので新規作成ファミリー、新しいファミリーは柱の構造メートル単位を開いてください。開いていただきましたら、プロジェクトブラウザービューで平面図下基準レベルをクリックしましょう。クリックしていただいたら、作成タブのプロパティのファミリータイプをクリックします。ファミリータイプを奥行きを3000、幅を4500にしてください。設定を変えていただいたら、作成タブのフォームの押し出しで描画で長方形奥行き4000の柱を作りましょう。柱を作れたら、押し出しタブモード編集モードを終了の緑のレテンチェックを押すのを忘れないようにしましょう。押していただいたら、ビューの立面図の正面を向いて、もしずれている場合は位置合わせで位置を合わせてください。 3D 形状を確認後、ファイル、名前をつけて保存、ファミリー、名前をつけて保存する、ピアという名前をつけて保存をしましょう。LINE アットの登録がまだの方はこちらからご登録ください。登録特典はこの2つとなります。登録方法は LINE でこちらを検索してください。お問い合わせは LINE で受け付けております。ミムシミレッスン TV オンラインはここまで。